聖地エルサレムという曲をスーで弾きます。 Thank you.
YOASOBIとか聞いてね、アイドルとか聞いてるんですけど、僕たちの頃はこれがアイドルだったんですよね。次はですね、私は裏社会っていうか、ゲームの世界で、なんか変な、最近ね、ブレイクしてて、まあ、デスクリプゾンというクソゲーなんですけれども、皆さんもご存知の方は、また言ってるなと。もうね、1996年に作ったゲームなんですけれど、今頃なってまだブレイクしてて、最近は、漫才の、雷っていう人たちが持ち上げてくれて、おかげさまで、そこにも CD あるんですけども、図らずも僕のベストセラーはそのデスクリプゾンということになっちゃう。一生懸命アコードのところも頑張ってるんですけど、抜けないんですよ。で、そのデスクリプゾンの、ファーストボスっていう曲をちょっと今から演奏します。バランスだと思いますんで次はですね、これが今日一番難しい曲なんですけど、タルカスっていうのがあって、もうこれはプロ売れる人はもう避けて通れない。僕大阪芸大の先生も20年近くやってるんですけど、かわいそうに学生はみんな弾かされてるんですこれあるって言って通過で。でも何人かはもう非常にもう世界的にニューヨークでやってたりね、まあ、ジョーダン・ルーティスみたいなねなってるね、綾原健君とか教え子の方が有名なんですよでは、タルカスを演奏したいと思います。あThank you.
で今のタルカスに影響を受けてですね、デスクルームの中でタルカスのアンサーソングっていうのを作って山のテキストに入れたんですけど、全国の山の先生に難しすぎると怒られました。その曲を今から演奏します。これはムーラといって地底から襲ってくるっていうあの設定だったんですけど、実際のゲームではめっちゃしょぼいんですよ。言ってますね。デイビスも入ってるんですけれども、キース・マーソンに聞かせたかったんですけどね、なかなか。次は、僕はあの三世間というバンドで来年50周年になるんですよ。50年、半世紀で、ありがとうございます。最近ね、改名をしてね、アクションタイプ00三世間モードっていう名前で、先月も東京の目黒の6名館でやってきたんですけれど、来月はハンザ・バロックフェスティバルっていう、あのさっき話ありましたけど、バンバンの、山本京さんとか、それから宇治木剛さんとかと台湾なんですね。で、まあその三世間で最初に高校2年の時に、文化祭で弾いた曲を今から弾きます。クリムゾンキングの宮殿。
Thank you.
よくね、なんか YouTube でね、これカバーしてくれてるいろんな人たちがいらっしゃって、マーケットホームって僕も一生懸命やってるんですけど。で、2年前に最新アルバム出したんですね。エスカルガ・アラカルト。その中に今の曲のジャズバージョン、ちょっとジャズっぽくね、ピアノだけで弾いてるっていうやつをちょっと入れてみたので、それを今演奏したいと思います。YouTube で何十万回再生されてるやつもずっとバックにね、そのデスクリプションの僕の曲がかかってる、それを今ちょっと演奏します。これはサロニカっていうあのテーマです。サロニカの街で戦うっていう、なんかクリムゾンなんて言うんですけど、今日いらっしゃいます、デスクリムゾンのファンの方た、あ、いらっしゃった、すごいなんか私はサロニカの生まれですとかって書いてる人いて、大丈夫かなと思って、すごく感情移入してくださって、じゃああなたのために捧げたいと思います。Thank you.
ありがとうございます。次はキーセンマーソンの、ELP 以前にやってたナイスっていうバンドがあるんですけれども、そこまで遡って、アメリカっていう曲をやりたいと思います。これはウエストサイドストーリーのアメリカをと、ドボルザークの新世界が入った曲です。これを YouTube にアップしたら、その時ナイスのメンバーだったデビッド・オリストさんに直接連絡があって、お前ようやってくれたって言って、すごいいい人なんですよ。だから今 SNS の時代ってすごい本人とつながれるっていうね。僕本当嬉しかったです。僕高校の時はアイドルで、そのデビッド・オリストさんはクイーンのブライアン・メイがアイドルだと思ってたギタリストなんですね。でその後はロキシミュージックとかそういうちょっとまあ、なんかこう超一流にはなれない、でも常にいてる人。だから僕はなんかロックの歴史の本ももううちもういっぱいで、もう図書館みたいにあって、なんかデビッド・ボーイだけでもこれぐらいあったりとかするんですけれども、いろいろそういうところでもね、なんかそういう人たちの逸話があったりなんかするから楽しく読んでます。一部はですね、次の曲で終わろうと思ってます。二部はもっと明るい曲をやるっていう、これ作戦なんですよ。ドーンと落としといて、今やってるアクション三水館のね、あれはあのこの相方の高橋義郎っていう、もうロック界のもうなんていうのかな、もう伝説のようなこういう感じでずっと来てます。僕は間にね離れてたわけで、でも彼なんかもすごくあのアクションのステージを考えて、前半は僕の曲やって、後半にアクションの曲やったりとか、この間もすごく盛り上がって来てくださったんですよね。ね、ありがとうございますね。え、東京来てここも来ても交通費だけで大変ですよね。ありがとうございます。では一部最後の動画、ナットロッカー、これ間にあのグレッグ・レイクがイエーって叫ぶとこあるんで、僕叫びますから、みんなも叫んでみてください。このカラオケ作るの結構大変なんですよ。僕こう人生で一番よくできたのはこのナットロッカーのドラムのロール、これはもう本当これ以上のもの作れないっていう、これ打ち込みなんですけど、ではナットロッカー。
7時45分から、ちょっと当たる感じでやりますので、帰らないでくださいね。ありがとうございました。こっち行きましょうか。あ、そうですね。あ、じゃあこっち行きます。暑い。